えー、こんにちは。Facebook っていう会社あるじゃないですか。あの、巨大な SNS。これがね、なくなるみたいなんですよ。正式に言うと、社名変更でこ、メタっていうね、会社になるみたいですね。メタって何ぞやって形なんですけども、まあ、あの、考え方としては、これからは、あの、仮想空間にもっともっとね、意識を向けていこうということで、このメタっていう名前にしたらしいんですけども、このメタっていう意味はね、これから徐々に分かっていくと思いますので、独自で調べていただくか、追加情報を待っていただければと思います。さあ、それでね、 Facebook ってのは多分ね SNS の中では人類史上初これだけでかいコミュニティになったと思うんですよ利用者がまあ一説によると26億人というふうな形でも言われてますよねとなるとうんこれだけの人口を掌握してる国家ってのは今地球上にありませんから人種民族にこだわらない世界で一番大きな国ができてると言ってもいいかもしれませんよね まさにこれがバーチャル空間で出来上がった国家の一体形なんではないかなと思うんですよしかも入国制限はほとんどなくて大会も自由とビザもいらないというねそれでいて世界各国の情報のやり取りができたりとか時系列的にも過去のことから未来のことまで語り合える場所で自分の気に入った人とかねそれから各界の著名人とか有名人経営者芸術家そういった方と普通の人が出会える場所であったり逆にですね 暮らしが本当にままならなかったりとか、あそれからすごくね、不幸を抱えていらっしゃる方が、まあ、いろんな方と出会って、新しい希望を見出したり、そこではね、なんかこう、じゃあこれ使ってよみたいな、寄付の文化も起きていると聞きます。まあ、寄付とまでいかなくても、私もですね、Facebook で、これいりませんかみたいな感じで記事を書いたら、くださいみたいなことが起きるんではないかなというところもあって、まあ、商品のね、売買イイとかを Facebook 上でやるのは、あまり良くないことだというふうには、まあ、思ってますけども、 利用の規約とかかありますからねその辺に配慮しながら、まあ、ダイレクトメッセージで何かやり取りするみたいなことが起きているんではないかなと思います、まあ、いずれにしても多くの人をつなぐ巨大なプラットフォームでおそらくこの地上にこれ以上のでかい空間っていうのはなかったんじゃないかなと思いますよねそういう意味でもまずはあ国家としてのメタを成立させたのがフェイスブックだと思いますしそれを脱却してね これから新しい概念に向かっていくんじゃないかなと。そして Facebook 内で使える通貨、こういったものもこれから発表されるというね、リブラっていうのが昔ありましたけどもね、あれを概念を変えて別の形で通貨なりポイントなりで、あの、価値の移動っていうのもできるんじゃないかな、資産の移動っていうのもできるんじゃないかなと思います。だからそこにはね、資産逃しっていうのも あるかもしれませんので、そこはちょっと用心しないといけないかなと思います。さあ、そして最後なんですけども、この Facebook という社名が使われなくなったことによって、Facebook という社名で活動する会社がこれから出てくるんじゃないかなと思いますけども、それはいいんですかね例えば私がいくつか会社持ってるんですけども、社名変更して今度私の会社が Facebook ってやったらアクセス集まりそうじゃないですか。その代わりにむちゃくちゃ叩かれると思いますけどもね。<laughs> まあ Facebook という会社がもしかしたら出てくるのかもしれませんね。顔、本っていう会社ですよね。 日本本に訳しししたらななんんででょょうねょうねね顔 <laughs> まあこんな感じですね今日はねはい Facebook という会社社名が変更になりましたということでございました新社名メタでこれからもまあ楽しんでいこうかと思いますねでは失礼します